最近サウナで整いながらなぜか泣けてきます。チカルグのチカです。よろしくです。お願いします。欲しいやな。なんなんやろこのなんかな、整うやん、いつも通りさ、うん、あーって整ってなんかさなってくんねん、なんかなんかに浸ってんやろなじゃあだからその時の感情はその喜怒哀楽の愛じゃないねん、別にさ、悲しいわけやってないねんけど、うん、このってなってくんねんなんだよ、心配になるわ。なんだよ、別にやんでるとか全くなくて、うん、もう毎日楽しく生きられてますからないんですけど、なんか多分それの感謝とか、うんうんうん、なんかそのいろんなことが混ざって空は青いなとか、なんかだってそんなさ、こう無になる時間って普段ないやん。ないですね。だからこそやろね。そうやね、やっぱり日々考えたり作ったりっていうことが多いので、うん、僕たち職業からね、うん、なんであのやっぱりその瞬間はやっぱ無になれるんで、やからこそのこの無への感謝なんか、うん、なんかオフになった時のこう全て悪が出るんじゃなかもしれんな、うん、もうねぜひね皆さんもその感情になるためにぜひサウナ行ってほしいでして、行きましょうでしたっていう感じで始まったわけでございますけれども、はい、本日のアーティストはおよそ YouTube チカログでは7ヶ月ぶりの登場ということで、お久しぶりですね。だいぶお久しぶりです、はい、それでは凌介発表の方お願いします。 Travis Japan キャンディキュー。トラビスジャパン来ました。お久しぶりです。トラジャ来ました。トラジャタの皆さんお待たせいたしました。お待たせしました。本当にねだいぶ飽きましたね。まあおよそねジャストダンスのリアクションぶりのトラジャのリアクション動画ということで、はい、まあねちょっとこれがねこう YouTube 見ててねいろいろ、うん、なんと昨日分かったんですよタイミングはね。はい、でも最近全然トラジャも見れてなかったし、 YouTube チカログとしてもう昔すごい見てたのにだいぶ離れてたので、うん、このタイミングでちょっと見るしかないやろっていうことで、今回ねこうキャンディーキスを見るということで、どんな感じになってると思う？キャンディーキス、ビジュ見た感じ変わりすぎててびっくりしたよね。そこなんよそうなんよ。なんかもう中村くんが髪の毛めっちゃ伸びてたりとか、あれエクステかな、エクステやと思うんですけど、うん、なんか世界観が見たことないトラジャやったんで、うんうん、これはちょっとあっと驚かされんちゃうかなっていうのが、なんかね想像できへんね。そうそう、全く想像できんところから久々のトラジャ見るので、うん、お久しぶりに見るトラジャの動画がですねどのように進化を遂げてるのかっていうのをね、トラジャタの皆さんと一緒に心躍らせながら見ていきたいなと思います、はい、それではいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ、まあサウナで泣けてくるといえば、最近ねおよそ10年ぐらい教えている教え子たちと一緒にサウナに行ったんですけど、はい、もうサウナにみんなで行って5人ぐらいで行って、外で5人で整いながら月を眺めた瞬間がもう最高すぎたでして、オープンザピーシー、長年の子はさ、そうお酒飲める年になっても変よ。そう、もう19歳18歳、まあ、17歳ぐらいから教えてた子がいますから、うん、やっぱりその子らとサウナで一緒に整って、その後飯食うっていう、もう幸せなもう週末を過ごしたんです僕は。怖いよなもう年って。これは怖いですよ本当に。パン、さあトラビスジャパンということで早速見ていきましょう。1900でございます。それではいきます。トラビスジャパンでキャンディーキスミュージックビデオバージョンです。ポチッとな。宇宙よな、宇宙から地球を見てるよね。これはどな、野沢さんか、カノー姉妹全然ちゃうな。宇宙船、宇宙船ですね。地球狙ってますよね。うわすげえすげえ。あ怖い。なんか有名な方なのかな、なんかモデルさんとかかな、うん、おー、なに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 、これさ、ほんまにトラビスジャパン、この動画なんか間違えてるの見てる、なんか映画見てる俺ら、あれホラー映画見てる、間違ってない、ちょっとトラビスジャパンやな、キャンディーキスやな、あれ俺なんかアバターかなんか見てるそっちやな。おー、いろんな世界の人がいて、キャンディーキス、かわいいロゴ、美味しそうなグミみたい。おい、さらわれた、さらわれたんやい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 や、そうはならん、あそうはならんそうはならんけど、連れ去られてきたっていうコンセプトなんやかな、イメージそんな感じだね。宇宙へ招待されたか分からんけど、うんうん、とりあえず何が起こってるか分からん状態から始まる今回のキャンディーキスということで、そうやね、なるほど、宮近くんから始まって、
いやー、コンセプトがこう、ちょっとみんな服装がかっこいいですよね、めちゃみんな困ってるやん、もう男前、能力かっこいいよね。なんか試されてる感じせん、この宇宙人みたいなさ、女性から、うん、さあ、あなたたち選別、そう、どういったダンスとか何をする、審査員、そう、審査員、これ審査員宇宙オーディション。でも中村くんのちょっとビジュアルがさ、変わりすぎてびっくりしちゃうんですよね。かっこええよな、でも似合いすぎな、うん。おー、来たよ。おー、ナイス、ジャンプ力高っ、スタイリッシュやね。吉沢くんの服装めちゃくちゃ可愛い、可愛いな。わお、おー、うまい。せっかくだよね、この一サビちょっと見ましょうよね。うまいわ、やっぱ久々見たらダンスのスキルがちょっとやっぱ高すぎるわ、うん、それ揃うよね、揃うし、内側から溢れるリズム感、うん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 、もうリズムが体から溢れまくってるもんな、だから乗っちゃうの見てるやつ、わかるわかる、うん、曲調とこの雰囲気となんかマッチせんな、まずここダダダダンがこんなにさ無理なく全部の音拾える、マイケル、マイケルやん、ほんまに。次のジャンプが高い、そう、これ滞空時間長いよね、でこれやっぱ滞空時間上げるために逆側向くのに対して両足めっちゃ上げてます、膝からいってるよね、そう、おへそぐらい上がってるんです、うん、これほら、うん、めちゃくちゃ上がってる、 You、 いいね、これいいね、宮近くんやっぱうまいね、かっこいい、はい、後ろ水触るね、ここの松倉くんいいですよ、ビジュ爆発してるな、一人一人をキスで落としていってる、退治してってんの、これは退治なんか、カタカナを落とすな、あの落とすの方な、そう、無機質なこういう人らをトラビスジャパンの世界観によってメロメロに刺していくっていう感じね、そう、どんどんときめかしていっちゃう、なるほどなるほど、ときめいてもんな、うん、打ち抜かれてもね、下も打ち抜く、なんか目かわいい、ほんまやね、おー、ほんまめっちゃ怖かった人やもんな、ペア、うわー面白い、いやいやいや、ちょっと待って、この吉沢くんと組む人の世紀末みたいな、だいぶいかちいな、だいぶいかちいぞ、教えてるよね、ほんでこれ、うんうんうん、今レクチャーしてたよね、今教えてるの、振り付けを、宮近くんとか、こうやるんだぜみたいな、あ、こうやるのねみたいな、これなんかメンバーから絡んでへんかな、あ、ほんまやね、絡んでそう、はい、絡んでる絡んでる、アリエルの令和版やん宇宙版アリエル、宇宙版やん、アリエルの、でこまで赤い、うん、パーティーなの、なんかさ、今のこのなんていうの、今のさ、日本のさ、こう MV とかのさ感じってさ、全部最初から最後までバチバチ系でいくなんか主流やん、うんうん、なんかこうやってラフなとこを見せるなんかこうパーティー感ある感じってなかなかないよね、ないね、うん、なんかジャニーズでもやっぱり他と被らへん雰囲気だな、やっぱトラジャって、確かに、うん、松田君がずっとちょけてるよねいや、だからこういうラフな感じってめっちゃ好きよね、うん、えい、お、フリー、フリー来るやん、わお、いいね、いいよ松倉くん、いいよ、いいな、いいね、ファンキー、ポッピン、ポッピン、スーパーミヤチカタイム、今の入りましたね、入ってるやん、スーパーミヤチカタイム、ポッピン、ミヤチカタイム、ポッピン入ってるね、これやっぱ周りの人もうダンサーなんかな、やっぱりそうやな、な、いやー、いいよこの世界観、うん、おー面白い、おーかっこいい、カモン中村君、カモン、ここまで揃えて一気にずらすってね、でここのさ1対6重いな、そう、おもろい、カモン、おい松田くん、
はい。おいいね。キャッチーやな、ほんまに。かっちょい。目線まで抜かりない。やっぱ歌詞英語よな。な、英語英語。日本語ないやろ、これ。うん、ちょっとロック入ってたね、今。トゥエルでユーした宮近君。一瞬ね、うん。やっぱいろんな踊れるね、みんな。うん、全部踊れるよ、ね。うん。この後。うんうん。かっこええ。おい。おーい。ノエルスーパーターン。おい、おい。フリーでこんな見せれるさ、ジャニーズグループいる。いや、そやな。全員踊れちゃうねんな。おお、マイクスタンド。え、あるのとないのがある。おもろいな、世界観。いいねー。しみかけくんかっこいいな。最後何や。これなんかダンサーとか書いてないから、このコレオグラファーみたいな書いてないね。これにはもしかして自分で作ってる。これも多分自分で作ってるかもしれんな。これ自分で作ってるな、これ。いや、素晴らしいな。面白い。素晴らしい。面白い。ちょっと閉じて感想を喋りたいなと思います。チカログ、一個思ったのはレトロな平成感のPV の世界観が、ね、ちょっと宇多田ヒカルの感じとか、あ、なるほどね、チャーベリーキーみたいな世界観とかあるなと思ってて、なんかやろうと思ったらえげつない編集技術とかで最初の飛行機とかもブワーってあると思うけど、うんうん、ね、UFO に乗った後はもうそっから場所変わってないし、うんうん、あんまりからなんかこうわざとこういう平成感のある世界観にしたんちゃうかなと思って、曲調もなんかそんな感じだね。そうやね、そうやね、うん、そう、ずっとなんかファンク調でなんかこう今の時代の曲ではないねんけど、あえてそれをやってるところが面白いなと思って、うんうん、そうそうそう、で花から日本じゃなくて世界を見据えてるんやなっていうのはめっちゃ思った。あ、そうやね、そうやね、そう、なんか日本やったらもっと日本語多かったりとかするのが今のジャニーズの流れというか、うん、っていうのが主流やけど、やっぱりちょっとやっぱ一味違うよな、トラビスジャパン。そうやね、ジャニーズやけどジャニーズ感のないジャニーズ。そうだから、ジャニーズの中で新しいことを最先端にやってくれてるのがトラビスだ。そうやね。でも俺は一個言いたい、このトラビスジャパンの踊れる技術とかテクニックとか見せ方とかグループとしての見せ方こんなうまいのに、うん、こう再生数とかがそんな行ってない。ああ、確かにね。そうだから、このなんか才能に早く気づいてみんなねっていうところなんですよ、うん、なんかちょっとこれを見てトラジャタンを量産したいね。僕らも半年ぶりにやっぱトラジャを見て、うん、あんまこう言えないんですけども、なんかこれをきっかけにやっぱ力を入れたいろんなアーティストグループのファンの方がいっぱいいますから、うん、気づいてほしいよね。なんかこのフリーで踊れるかっこよさとか、せやね、今やからこういうトラジャのキャンディーキスっていうのがしっくりきてるんですよね、結構自分の中で。なんか聞き馴染みがあるなと思ったのが、うん、ユニバ感。ジャストダンスもそうやけど、わかる。で最後ユニバーサルってロゴがあって、だからそこも絡んでるからかもしれんけど、ユニバのこの普通に流れてる時の曲あるやん、並んでる時な、あんな感じの雰囲気があるなと思ったら、俺ハリドリで聞きたい。こっからチェン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 、いいな、チェン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 で下りたい。怖さないな。そう、俺結構あんま好きじゃないですよ、お絶叫。あ、乗れるけど、うん、あんま好きじゃない、自分から行かへんから、はい、キャンディーキスあるなら乗ろうかな。入れてください。ドリラレンドンドンドリラレンド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 めっちゃユニバの感じがするな。で今のユニバじゃなくてできたばっかり。あ、そうそうそう、わかるわかる、そう、そこやろ、初期のユニバ、初期のユニバやろ、この映画の言うたら乗り物とかっていうのがいっぱいあった時やろ、ほんまに最初できたての時に流れてた感じの、わかるわ、ハイテンポ今流行りのってよりはずっとBGM で聴けるような楽曲、ずっと流し聞きな、そう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 、できるような心地いい曲な、うん、ずっとこうなんかそれを聴きながらフードコートで食べるとかしたいみたいな
あ、世界観違うなっていう楽しめる感じ。もうちょっとこの曲引っ提げてユニバ行かなかんな。俺らがスピーカー持ってこと。もう連れ出されるわ。捕まるわ。警備員ほんまに。いやぐらい耳心地のいいね。ほんまにポップな平成ポップというか、うん、なんかこうシティポップ、シティポップにはいかないんですけど、こう今のトラジャにしかできひんポップさがあるなと思ったんで、うん、ちょっと久々にトラジャ見れてめちゃくちゃテンション上がって嬉しいでして。楽しかったでした。てな感じで僕たち YouTube チカルは年内チャンネル登録者数7万人を絶対に達成するべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもプチプチプチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、なんかさ、トラジャってさ、こう、もっとなんかテレビ番組とか出てるのかな。確かに。その、俺はテレビあんまり普段見なくて全く分かんないんですけど、うん、ジャニーズの中でも新しいアプローチをしてるからこそ、ジャニーズ、他のジャニーズグループと同じぐらいテレビでも流してほしいなって感じ。せやな。そう、アプローチがなんかもっとあってもいいのになと思って、事務所からも。確かにテレビ出てるイメージあんまない。そう、だからこそ気づけへんっていうところもあるやん。まあ、もちろんね。やっぱマーケティングってすごいエンタメ業界の中で大事やからさ、うん、やっぱなんかそこがもっとプッシュあってもいいのかなって思う、うん、思うんですよ。だからトラジャさんの皆さんからしてもそういう声もしかしたらあるかもしれないし、せやな、もっとなんで出してくれへんのってあると思う。なんかそこのそういう意見を吐き出す場としても使ってほしい。じゃあコメント欲しいね。そう、なんかぜひもうそういう風に歌ってほしいんですけど、歌ってほしいね。そう、やっぱ語り合える場が語ろうよなんて動画。せやせや、はい、そうなんですよ。確かに人気な。やっぱ俺な、久々見てこういったアプローチできるグループは今やっぱトラジャしかいないんちゃう。圧倒的ダンススキルがあって、でもやっぱスノーマンと比べた時にスノーマンは逆に言うと幅広く、そうやね、ジャズ強い、エッジ、普段弾きできる曲何でもできる感じするんだけど、うん、トラジャの場合はまた違って、うまいになんかやっぱ世界の方にシフトチェンジしてる感じがあるから、ね、やっぱそれ世界に挑戦してるんだよっていうところをもっとジャニーズ側が押した方がいいのかなってめっちゃ思いました。もっとなんか密着した番組とかって思いました。そうそうそう、なんかそれはめっちゃ思いました。ずっと海外にいるかな。だから多分 YouTube 頑張ってる感じはあるの可能性あるね。まあ、とりあえず、あの凌介、今からユニバ行かへん？行こう。最近サウナで、もう一回行こう。噛むわ今日なんか。最近サウナで整いながら、なぜかなぜな、もう一回行こう。あが、行きます、はい、よし、悔しいな。最近サウナで整いながら、なぜか泣けてくる現象に名前つけたいです。お、あそこ開こうとした。最近サウナで整ってるとなぜか泣けてくるでして、YouTube 力の近いです。ちょっと疲れた。お願いします。もう一回行くわ。入りにくっ。あかんわ。心あかんわ、クソ。ちょっともう一回行くわ。でも心躍る内容じゃないから、めっちゃ入りづらかったわよ。待ってや。OK、 いきます。もう端的にいくわ。はい、いきます。